待ってる間に針とか甘いものをちゃんと持ってくることにしてきた。エコ見せてください。じゃあそこの中通ったらワイヤー見えたってことにしてください。はい、ワイヤー見えました。じゃあ IVC 通過しました。今はい、はい、一応あのエンドタイトルとかも出してますから皆さん気にしてくださいよ。はい、RSO2 貼ってる施設ありますか？いや、うちはないですね。あ、ないです。44割合いいですか？44割合いいですか？お願いします。いくつぐらいで出ることでしょうか？50ぐらい50ぐらい RSO2 50は出てます。変わる？一応あの入れる前に深さ確認してくださいね。どれぐらいいるか引いて押しなんで。はい、出ました。したのかな、まあ、いいや。どうしたのこれ。あの入れる前にですね、事前に1回抜いて体の上から体表情から確認した方がいいです。ちょっとこれですワイヤー抜いてください。清潔エリアでちょっと体表情から一回胸骨圧迫やめてもいいので、大体羽毛のだから大体真ん中の胸骨の真ん中ぐらいまで行けば大丈夫です。ほぼ大体入るでいいですか？はい、はい、はい、結構です。はい、リズムチェックです。エラに取ったことなってんの？取れました。どっから？お、すごいな、モリの。ナースリーだ。ナースリーだ。ナースリーだ。鉄が降ってもう一回取ると。どこでライン取るか出ました。これスイス的な問題です。出ました。はい、右でしっかり取ってたら、その、酸素かな。何を今後治療戦略で考えるかっていうのは、右で撮ってる人がいいね。この状況では撮れる方で撮るしかないので、ミキシングゾーンがどこにあるかちょっと変わるだけなので大した違いはないです。ガイドワイ見えてないからもうやるしかないよ。全てはもうそうです。むしろあの見えてないときはワイヤーちょっと入ってもしょうがないぐらいのつもりでやった方が、ワイヤー噛まないようにね。一気に抜く、アドレナリンって言ったかな、今。はい、しっかり噛んであります。しっかり噛んであります。はい、